れじゃあサムネイルを作っていきましょうかね。どうしよっかね。天才くんですね。天才くんなんですよ。どうしましょうか。イメージはね、これは将棋のね、将棋の対戦した相手のイメージやから、あ、一緒、結構一緒いっぱいですよね。オンラインなのに一回当たってるっていうところね。さてさて、どうしようかね。イメージね、どうしようか。どうすっか。まあとりあえずスケッチっちゅうことで、まあ、これやな。わからんときはまあ手動かしてみますかね。男やね、まあ、天才やからねこの子はね。どうしよう。どうすっかね。どうする。画像日本語でやなあかんかな。どう、イメージはどうする。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 こんな顔やった。こんな顔やった。そう、
もしかして猛烈に眠たい。もしかして猛烈に眠たい。もしかして猛烈に眠たい。たまにはね、輪郭をちょっと太めのペンで描いてみる。これ対局中ちゃうねやな。対局中じゃねえな。あの絵がさ、対局中じゃねえな。対局中じゃねえとな、話になんねえと思う。ちょっと画像変えた方がいいのかな。ちょっと待てよってね。ちょっとひらめいてきたんだよ今。やっぱこうやって書かないとひらめかないよな。書いたらさ、今頭の中にこう、イメージができるわけよ。あの人ね、いっつも下見てんだよな。イメージができた今。もっと「ふんふん」って読むんやから。ふん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 。まあ絶対にライン的に見たら。
で、まあ、じゃあ、こうなってるとしたらもう、こうやな。ほんまに。これぐらいのイメージや。で、もう、髪がさ、ふわって前に垂れてくるぐらいでええんちゃう？こうやって。多分。もうふわって隠れるぐらいちゃう？こうやって。ってことはだ。表現するんやったらちょっと横の方がいいか。ちゃ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 。ってことは、じゃあ横にしてみようか、ちょっと。今日は横でってことな。横でってこと？こう前に、もう前髪がさ、もう前になるぐらい、わーってなるぐらい、もうこうあれやで、盤にさ、こういく感じやろ。ってなるとどうなんの？顔はどうなんのこれ。こうで、こうで、こう。どうなんの？あ、そうやな。この顎がこう入るから。で、こうやっててさ、耳をこうやってやった時に、ここがさ、こうやって前に垂れてくるぐらいやってことが表現できるよね。前に垂れてますよみたいな。わさっと。もうこれは重力でこの前に垂らしてんちゃう。こういうふうに。で、顔はどうなるの？で、目は位置が違うな、こうやった。ここらへんか。ここか。で、合ってんの？
ピンシーンっつって。ビシーンっつって。ふん。手こずってますね。手こずってますよ、非常に。非常に手こずっております。ないよ。おいや。
まあ、あの人正座するわな。正座するわな。まあ、できてきましたね。イメージが。まあこんな感じで。じゃあこんな感じで。目の位置だなとな。猛烈に眠たい。猛烈に眠たい。あ、これ面白いな。正座の位置がこことここだからここだな。膝頭がこうでここら辺やな。ここら辺ならない？多分。でこっちもこうやな。こうや。想像的で、別に足は見えなくてもいいはずや。よっしゃ。トゥンテトゥンテトゥンテン。ふんふん。まあ、これが髪の毛やったっけ。ってことは目のラインで、ここのラインやな。このラインまで髪の毛があるっていうことやから、このラインまで髪の毛があるし、あるし、垂れてきてもいるというね、状況。
鼻ツンってなってたわ。この絵は可愛いな。鼻がツンってなってる方がええんちゃうの、真っ赤っていうね。ん？なーに、ここは。横やからね。横、顔が横向いてから鼻がチョンってほら、なってねとおかしいっていうことや。高さが絶対出るはずってことです。そうでしょ、普通は。で、こうやってちょっと穴作ってもいいしさ。で、口やけどな。まあ、これちょっと口開いてる方がいいのか。ちょっと開き気味してみようか。こうやって。いいね、これ。ひらめいた感じの手やな、これな。よし、みたいな。よし、みたいな。手がここと親指がここで、ここは親指のラインやな、付け根とな。で、隠れてるってことは、ここでこういう状況で挟んでこうやから、こうじゃねえとかしような。こうじゃねえとかしような、絶対。こうじゃねえとかしような。で、こうか。どんな持ち方やねん。どんな持ち方やねん。どんだけこの駒でかいねんって話。どんだけでかいねんって。斜めに積むやろ。こいつ。普通こうやけど、まあいいや。斜めに打つんですよって話。でもこうやって駒を持つときに絶対にあれやな。こっちの人差し指とこの角度は全部消えるはずやな。つまむんやからな、駒。ってことはここの下が見えるってことや。こういうふうに。こうならんとおかしいんだよ。で、このコマは。人差し指でラインができて、ここのラインができて、人差し指がどっち向いてんねん、人差し指。人差し指どっち向いてんねん。で、ラインができて、いや、このね、勢いをつけるんで、人差し指がこう、俺は反り返っていたいというね、こう反り返っていたいという、ほんま、勢いつけてるから。で、親指がこう、反る感じか。まあいいでしょう。で、これは、
これは袖が枠があってやな、こういうふうになるかな。こうやな。うん。で、ちょっと消してみようか。ちょっと。よいしょ、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 よいしょ。じゃ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 。よいしょ。ほう。よいしょ。ほう。眠くなってきたね。これなんだ。なんだこれ。肩は？肩ここ？肩ここ？で、肩はここ？付け根がこっから来てる？これ何このお水は。これいらんか。これは関係ねえやな。こうでこう、スピードつけるんやったらこうだからな。ここはいらねえな。消しましょう。ああ、これ裏が見えねえとおかしいのか。コマがこっから下からの図なの、こっからの図なのに将棋のコマがなんで上から見えてんのって話やな。七不思議ってことやんこれな。なあ、絶対そうなんちゃう。裏が見えねえとおかしいなんちゃう。もしかしてそんなこともない。そんなことねえか。こうやって。そんなことねえか。眠くなってきちゃった。とりあえず眠いな。どうしよう。眠いな。とりあえずもう1時間経った。40分か。
美術の時間ってさ、2時間あったやん。2次元くっついて。意味わかる？ 1 時間じゃできへんもんな。2時間あった理由がわかるわ、ほんま。消す？試行錯誤してるって終わっちゃうよな、1時間じゃ。この手のとこをごまかしてだけでさ、全然これ合ってないですよ、これ。いや、行っちゃった。滑っちゃって。で、ここ一回ちょっと髪の毛をやり直そう。これで、なんかこうってかっこよくね？なかなかかっこいいな、この髪型。で、
床屋の知識がねえとな、髪の毛がどっかから生えてるからってな。どっから髪の毛生えてんのって話わからねえもんな。ここいらないな、ここ多分。ここ全部いらねえな。上まだあんの。トン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 、眠たいからね。やばいね。色入れようか。さあどんな色になりますかね。ああ俺がやりたいのとちゃう。色濃いな。バックバック。イメージちゃうな。そうや、これで色作ったらいいや。これでいいよ。マジか、繋がってやんの。
繋がってんの嫌やな。なんだこれ。バックさせようか。繋がってんの嫌なんでね。そっか、じゃあこれでこいついってやな。ブラシいってやな。ブラシいった。あっこつながってんな。どこでつながってるのかまで分からんけど、これさ、つながってんの嫌やな。イライラしてくるっつって。どうしよう。つながってたらさ、非常に大変じゃね。だからもうこれあれやな、やっぱりこのここ1、2番目で、なんだこれ色こんな薄い。やっぱこれさ、2番目でさ、こういうにさ、一回カット全部入れないとあかんって言った。ペイント垂らせえもん。余計なとこ行った。バックさせよう。やべ。どうなった？ここ何？ここは外なの？外なの？部屋なの？ここは別に関係ねえっちゃ関係ねえんだよな。次ねえか。
つながってるってことか。全部白でいっちゃってる。目がつながってる。目が開いてるってこと。目入れたんやけど。なんかこのキャラクター好きやな。可愛い感じになっちゃったよ。
一回保存しようか。保存できんのかな、分からんけどもんな。眠いからもうちょっとあかんな。一回止まるか。